ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、テンパレー入門というテーマでお話したいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり有益なお話をできたらと思いますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、僕の動画ではアーティストの名曲5選という動画があるんですが、今回テンパレーに関してはキャリアがまだ長くないので、テンパレー入門編というテーマで5曲をご紹介したいと思います。すでにテンパレーを好きな方にとっては知ってる情報ばかりだと思うのでご了承ください。まずはじめにテンパレーや天童寺、テンダーだったり TE から始まる名前が多くて混同してしまっている方もいるかもしれないですが、テンパレーは3人組のロックバンドで、作詞作曲をされているギターボーカルの小原亮斗さん、ドラムの藤本夏樹さん、ベースの竹内優也さんの3人で2014年に結成されて、竹内さんが2018年に脱退後、初期の頃からサポートで参加していた、自身でもシンガーソングライターとして活動しているコーラスシンセのエイミーさんが正式加入して現在の体制となり、2020年12月にメジャーデビューをしています。ちなみにベースはサポートが参加していて、ライブでは4人体制となっています。もともとフジロックに出るためにバンドを組んだとのことで、結成翌年にフジロックに出演しています。キングヌーの常田くんがテンパレーのことを好きだったり、MV をペリメトロンが制作していたりと、常田くんつながりで聴くきっかけになった方も多いと思いますが、音楽性が似ているかというとそういうわけではなく、浮遊感のあるサウンドでフィッシュマンズを彷彿とさせるんですが、それだけでなくサイケデリックで不気味なサウンドがミックスされることで、テンパレー独自の中毒性あるサウンドになっています。キングヌーと共通点があるとすれば、初期の頃は海外も視野に入れていたからか、アルバムのタイトルや曲名、歌詞の一部が英語だったりするんですが、だんだん日本のバンドであるということに意識的になったのか、日本語のタイトルや曲名、歌詞が増えていったことと、サウンドは洋楽の影響が大きいんですが、メロディーに関しては美しいメロディーで、サビもあるし構成は J-POP 的な分かりやすいものとなっています。洋楽的なサウンドだと英語の歌詞の方が乗せやすいと思うんですが、個人的には音楽は自分の国の言葉で歌うべきだと思っているので、彼らが日本語で作っていることに共感が持てます。と、前置きが長くなりましたが、テンパレーのおすすめ5曲というのをご紹介したいと思います。いい曲はたくさんあるんですが、特に初めて聴く方にとって分かりやすいものを選んでいて、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はご覧ください。では1曲目はどうしようです。この曲はカンジャムの2018年年間ベスト10で、音楽プロデューサーの津田光一さんが7位に選出していたり、 BTS の RM さんが Twitter で紹介していたりと、一番有名な曲なのではと思います。歌詞の通りに夢の真っ最中のような浮遊感のある音で心地よさを感じます。続いて2曲目は大東京万博です。この曲もカンジャムの2020年年間ベスト10で、津田さんが2位に選出していたり、M ステのスポットライトという企画でも紹介されています。この曲は2020年の感染症のことを予言していたかのような曲と話題になりました。漫画アキラをモチーフにした曲で、テンパレーの楽曲は漫画や映画など日本の作品やアーティストをモチーフにしたものがあるんですが、その参照となるもののチョイスにもセンスを感じます。そして3曲目はソナチネです。この曲も先ほどお話したような北野武監督映画のソナチネをモチーフにしたものとなっています。歌詞には夏という言葉や夏を連想させる言葉が出てきていて、 MV も夏なんですが、夏の感じがするのはそれだけでなく、サウンド面でも不思議と夏の感じが出ている印象があります。この曲に限らずですが、テンパレーの楽曲はポップでキャッチーなので、頭の中でぐるぐると回っていて、仕事中でもついつい口ずさんでしまいます。それでは4曲目は革命前夜です。この曲はギャップの音楽プロジェクトのために書き下ろされたコラボ曲となっています。個人的には感想以外は今ほどの再現感は感じなくて、分かりやすく言うとサチモスのようなおしゃれな音楽のような印象を受けます。この曲はキングヌー常田くんがリミックスしたバージョンがあり、 YouTube でも見れるようになっているので、原曲との違いも楽しむことができます。最後の5曲目はフェスティバルです。この曲はファーストアルバムに収録されていて、フジロックの出演が決まってからフジロックのために作った曲のようで、今みたいな変拍子や不気味さはないものの、今につながる原型のようなものを感じます。もし再現感に抵抗がある方はこの曲や革命前夜から聴いてみるといいと思います。と、以上の5曲になります。
MV に関してはペリメトロンが制作している分においては映像も良かったりストーリーがあるので見るのも楽しめるし、 MV によっては本人たちもプレイヤーとして参加するだけでなく演者として参加しているのが見ていて興味深いです。あと余談なんですが、ジロッケンという番組でミスチルに影響を受けたのではという話があって、小原亮太くんは影響を受けていないとのことなんですが、実際そういう風に聞いてみたら確かに似ているような気がしてきて、声質だったりメロディーラインだと思うんですが、言われてみたら確かにといった感じでした。ミスチルのような国民的なバンドだと、もしかしたら潜在的に影響を受けている可能性もなくはないですが、影響下であるようには感じないし、ミスチルに影響を受けたバンドは一聴するとわかるので、テンパレーに関しては違うんだと思うんですが、ミスチルが比較対象になるというのは、それだけいい声といいメロディーを持っていることの表れだと思いました。桜井さんが歌っていると想定して聞いてみると、また別の聞き方ができると思うんですが、正式な聞き方としてはお勧めしないので、参考までにお願いします。今回ご紹介した曲以外にもいい曲はたくさんありますし、これからも名曲を作り続けると思うので、楽しみに活動を追っていきたいのと、彼らはライブがすごく良くて、僕はライブ後にどっぷりハマった口なので、ライブが見れる機会がある方はぜひご覧になってください。今回はテンパレー入門というテーマでお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。